バウッチさんありがとうございます。こんばんは、お疲れ様でした。ありがとうございました。無事東京着いた、わよかった、ありがとうございます。おかゆさんありがとうございます。かんさん、たかひでさんありがとうございます。ね、皆様来てくださった方や DMM で見てくださった方、生誕祭ありがとうございました。まるさん、オーディーさんありがとうございます。こんばんは。まーさんさん、ガロアさんありがとうございます。しんじいちゃんさん、たっちゃんさんありがとうございます。今熊本のサービスエリア、気をつけてお帰りください。そう、日曜日だからね、みんな明日からお仕事だったりするかもしれない中、ありがとうございます、来てくださり。気をつけて、ちょっと待ってね、血色だけ欲しい血色だけ欲しかった気をつけ、わー、気をつけてお帰りくださいこんばんは。たもちゃんさんありがとうございます。あやさんありがとうございます。ね、たくさんお祝いしていただいて、本当になんかね、なんか自分の誕生日じゃないんじゃないかなと思うぐらいたくさんお祝いしていただけて、そう、ファンの方もメンバーからもたくさんお祝いしていただけてとても幸せでした。ありがとうございます。くまけんさん、しんじいちゃんさんありがとうございます。しょっちゅうりきさん、こうたんさんありがとうございます。お家に着いた、わ、お疲れ様です。たっけいさん、大地くんありがとうございます。今大分駅で、あら、お気をつけてお帰りください。青いたぬきさん、 RKP さんありがとうございます。つーさん、ななみんちゃんありがとうございます。ラジオネームね、ありがとう、こちらこそ。すごく腰が。福木雄さん、ななみんちゃんありがとうございます。ロッカーの手紙、すごい、ありがとう。ロッカーの手紙、いつもね、そう、たらに当たってるのかなって感じ、よかった、ありがとうしんじいちゃんさん、天球さんありがとうございます。新幹線で帰宅中、気をつけて帰ってください、ありがとうございます。カラオさん、福岡の福田さんありがとうございます。ミフラスさん、タッケーさんありがとうございます。そう、今日情熱ハイウェイのコールはキュウリの浅漬けにしてもらいましたそう、キュウリの浅漬け最後の質問そんなことないんで、ありがとうございます、書いてくださって、あれ、私の引くやつだから全然全然、ありがとうございます。コッタンさん、ターチさんありがとうございます。そう、キュウリの浅漬けコールでした。皆さんありがとうございます。すごい、やっぱみんなの対応力がすごくて、みんなが大きな声で浅漬けって言ってくれました不思議ですね、不思議な時間ですねごはんまんさんありがとうございます。ルルルンさん、白川さんありがとうございますね、ありがとう、さすがの皆様、完璧さんでした。そう、まず、そう、ファンの方のそのアンコールのにゃんさんにまずびっくりして、私も準備してたんですよ、よしよしよしと思って、行くぞと思って行ったら、にゃんさんって聞こえると思ってあれと思ってね、ありがとうございます。まさかのおにゃんさん、ルルルンさんありがとうございます。今日ペンライトが、悲しい、しょんぼり。安倍川文字さんありがとうございます。こんばんはね、にゃんさんってすごい、やっぱ22歳だから、私もなんとなく猫を意識してて、その生誕祭のグッズ、生誕グッズですね、生誕グッズとかもちょくちょく猫を気にしてたんですよ、22だからニャンニャンってことで。そうだから、ファンの方も
猫を気にしてくれてよかったです気にしてくれたのかわかんないけど、そうありがとうございます。メイビーさん、ウゴウゴさん、ありがとうございます。ちょっとファンの方続き言うと、ほらこれかわいい、すごいねこれ、何この躍動感は、この背景の躍動感すごい、なんかすごいよね、存在、この背景強いよね、かわちい、裏もかわいい、ありがとう、いっぱいね、いっぱいいっぱい準備をしてくれてありがとうございます。ゴーちゃん、ありがとうございます。こんばんは。今日これとかも、そういっぱいね、そうね、そうペンライトの色とかもすごい統一してくださってて嬉しかったです、ありがとう。私がね21歳の時、21歳とか言っちゃった21歳の時に何か何をしたかとかすごいいっぱい詳しくね、絶対これさ、これ絶対これね、あれだよね、日付さ探すの大変だったよね、ありがとう、写真まで。けんちゃんさん、ありがとうございます。髪色ね、そうありがとう、髪色いいね、ありがとう、わざわざ染めてくれてね、ファンの方がすごいいっぱい書い、日付を丁寧にね書いてくれて、はい、そうありがとう、すごいね、わあすごい、あーすごい、みんないっぱいいっぱい、何 QR コードがあるから、みんないっぱい QR コード読んでくださいゆかもめっけ隊の QR コードもあるし、とっとっとチャンネルの QR コードもあるし、あの私の全 SNS の QR コードもあります。いいですねこれ、読み取ったらすぐ飛んできます電気さん、げんちゃんさん、ありがとうございます。たたたんたんさん、はるみさん、ありがとうございます。素敵ですねこちらありがとう、すごい全 SNS があるからいいよ、全部いつでもレッツゴーね、本当にありがとうございます、こんなに素敵なのをね毎年毎年作っていただいてありがとう。みちろうさん、まんちくさん、ありがとうございます。かわいい、水色で緑で爽やかで可愛い、ありがとう。これもそうだし、フラワースタンド、そう全部はね、そう持ってはね来れなかったんですけど、じゃーん、いおり風船、そうこういう時にね、いおり風船とか、そうフラワースタンドが、あのこんな時代にのMV のミュージックビデオの衣装をモチーフにしたフラワースタンドだったので、こういうあのね、そうこんな時代にの衣装にある、衣装の、私の衣装にある色の風船とか、そうすごい、私も風船いっぱい持ってる、浮かれてる女の子で、そうこんな時代にはなんかちょっとオーケストラみたいな楽器をモチーフにした振り付けになったりもしてるので、これ音符もあって、ありがとう、かわいい、こんな風船があるんだね、ありがとう、こんなかわちい風船があるのですね、という、ありがとうございます。風船いっぱいの浮かれガールです浮かれガールが出来上がりました、ありがとう、大事にお部屋に飾ります、浮かれガールの出来上がりフォレストさん、
ネオアレスさんありがとうございます。マルッチさん、はるみさん、トムトムさん、 HK カープと HKT 推しのただしさんありがとうございます。お花もいっぱいあってありがとうございます。本当にあやさんありがとうございます。さあと、これも見て、かわいいよね。お花もね、いくつか持って帰って今ちょっとね綺麗にしてる状態なのであれですけど、そう、この前ディズニーシーに行ったジェラトーニちゃんがいるの、かわいい、ありがとう。うんね、たくさんね準備をしてくださって本当にありがとうございます。かわいい、大事に飾りますね。もうね、私のねお家はえらいことになってますよ。毎年こうしてね皆さんからこういうなんだろうボードみたいなのをいただけるので増えてってます非常に増えてってますケンイチさん、ゴーちゃんありがとうございます。ゲミニさん、ルミンさんありがとうございます。こんばんは、そう、ありがとうございます。かわいいのをね準備してくださっていつもいつもありがとう、感謝。とってもね、そう、ジェラトーニさんのね尻尾もあるんですよ、かわいい。お疲れ様、ありがとうございます。かわちぃかわちぃフェイトティファル、かわいい。すごいよ、なんかさ本当に衣装の色と一緒なんですよ。この青とか特にね、ありがとうございます。すごい、こんなぴったりな色があるんだねありがとうバウッチさんありがとうございます。本当にたくさんね準備してくださった方もそうですし、今日劇場で応援してくださったファンの方も、来てくださった方も、メンバーも、 DMM で見たよって方もありがとうございます。そう、ちょっとそう生誕祭でも少しおしゃべりもしたんだけど、そうメールでもちょっと送ったので、みんながのんびり、そう多分疲れてる方とかいらっしゃると思う、多分いっぱいいらっしゃると思うので、みんながね疲れてない時に読んでください今日は本当にね疲れてると思いますので早く寝てください、ね、早く寝てゆっくり休んでください。ガロワさん、ボーちゃんさんありがとうございます。お花の色も綺麗だった。ちょっと今ねちょっとお花ちょっと綺麗に置いてる状態だからちょっと見せれないんだけど、そうそう、本当にありがとう。お花もちゃんとこの衣装の色、このブルー系の色とかピンク系の色とかあって、すごいなんかカラフルなんだけど、なんていうのかな、素敵な、なんだろう、ガヤガヤ系じゃない、素敵なカラフルでした。ありがとうロンリーヒロちゃんさんありがとうございます。ありがとう。ともちゃんさんありがとうございます。たくさんお祝いしてくださいありがとうございますはるみさんありがとうございます。そう、あと今日はね、そうジッパーをね、いつもそうジッパーさせていただいてるんですけど、今日はあのね、あれなんですかね、なんですか、あのなんだ、センターをねさせていただきましたという話をしていたら15分経ったみたいです1618日、ありがとうございます。16、ありがとうございます。1618、ありがとうございます。ポンさん、しんじいちゃんさんありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。メイビーさんありがとうございます、ありがとう。
こさん、うっちーさん、ありがとうございます。こんばんは。うっちーさん、豆大、違う、豆太郎大きなさん、ありがとうございます。ぼーちゃんさん、ただたんたんさん、ありがとうございます。あやさん、うっちーさん、ありがとうございます。そう、今日は、そう、生誕祭ということでね、いつもとは違うポジションのセンターでジッパーをさせていただきました。あと5期生の3人でしたかったから、そう、クルタンに新しいとこをね、お願いして覚えてもらって3人でできました。ありがとう、りなちもクルタンも。ハッピーさんさん、マルッチさん、ありがとうございます。くまけんさん、しんじーちゃんさん、ありがとうございます。ね、初めてでしたと思いながらそう、ね、ちょっとねなんかね、ちょっとね、みんなもね、でもみんな意外と予想してたのかな。ね、でもなんか皆さんが喜んでくだす、きっと喜んでくださってたと思うので、きっとそう喜んでくださってたと思うのでよかったです。まだ見てないよって方ね、日付変わって DM までぜひ見てください。私もどんな風ね、ちょっとそわそわどんな風に映ってるんだろうって感じなんで、ちょっと日付変わったら見てみたいと思います。こんばんは。キュウリポーズはまあおいおい、何かあったら見れるかもしれないし、何もなかったら見れないかもしれない。ダンシーモンキーさん、イーさん、ありがとうございます。そう、なんか情熱ハイウェイのあとなんだっけ、あとなんだっけ、あと、そう、なんかそう一言言うやつで、何をかなって、そう、隣がみんなその準備してる間、そう、準備してる間の一緒に着替える場所の私の隣がりなちなんですよ。何をかなって言ったら、りなちはずっとぬか漬けも好きだよって言いだよってぬか漬け推しだったんですけど、そう、くるたんがきゅうり大好きとかはってそう言ってくれて、そうちょっとぬか漬けだいす、ぬか漬けも好きだよはちょっとあの置いておいていかせね、ちょっと楽屋に置いていかせていただきました。クルタンがね教えてくれた素敵な案を教えてくれたので、キュウリベッキーってね叫ばせていただきました。いや、緊張、いや緊張した、なんかね、緊張、何年経っても緊張しますね。うん、生誕祭というものは何年経っても緊張します。もう何回目なんだよってね、何年目なんだよって感じなんですけど、緊張しますね。おかげさまでね、話すこともちゃんと考えてたんですよ、もうバッチシ、もうハッと思ってカッと思っていざ行ったらドキドキしました、すごい。ちょっとメールでもね、あの送ったりしてるので、皆様元気があるとき、疲れてないときにやってください。
バウチさん、パスカルさん、ありがとうございます。初めて知れたね、ありがとう。遠くか、緊張しちゃうよね。仕方がないよね。Thank you さん、安則さん、ありがとうございます。まあでも大体はね、そう伝えられたので。グッドだと。そう、あとファンの方がね、緑の生誕って来てくださったりしてて嬉しかったです。で、なんかそう、なんだっけ、なんか緑の生誕 T かなと思ったら、普通の緑の T シャツ着てる人とかもいて、そう、あれ生誕 T 似てるってぐらい、そう、すっごいなんかそっくりなぐらいな緑の T シャツ着てる方とか、ここにもう真ん中にキュウリのイラストがポーンって書かれてる T シャツを着てくださって、そうありがとうって気持ちになりました。多分ね、きっと私のファンじゃない方でもね、そう、私の生誕祭だからってことで、ね、緑の T シャツ着てくださったり、キュウリのね、すごかった、もうキュウ、キュウ、すごいキュウリのイラストがで、 T シャツのドアの中に描かれてる T シャツをね着てくださってたり、皆様ありがとうございました。ね、ありがとう。そう、あとね、いろいろありますね。そう、メールにもね送ろうと思ったりしたことでもまだ送れてなかったりするので、メールはぼちぼち待っててください。そう、あのね、ちょっと明日もね、朝がね早い人なの、早いかもしれない、早いのでぼちぼち送信します。そう、全身緑の方とかいらっしゃってくださいね。すごい、どこでゲットしたのそのズボンってぐらいよ。そう緑のズボン履いてくださってたり、あやさん、ポンさん、ありがとうございます。そう、だからなんかすごい皆さんの温かみをね感じた一日でもありましたね。ファンの方もそうだし、メンバーもね、そう、あったかくて皆様の温かさをねひしひしと感じた一日でした。なっちゃんさん、ありがとうございます。そう、でもね、どこでゲットしたのそのズボンってぐらい素敵な色の緑だった。気になるよね、あんまり緑のズボンって見ないからね。あたりさん、ありがとうございます。ごちゃん、ありがとうございます。今日ダジャレの日なの？へえ、なんでだろう。9月1日、なんでダジャレなんだ。クール、違うな、クールイコールダジャレはちょっと失礼か。なんだろうね、なんでダジャレの日。グッサン、ありがとうございます。なんでだろうね、あんまり理由がないのかな。ガラワさん、ありがとうございます。ね、今日ダジャレの日なんだって、知らなかった。終わってほっと、終わってほっとしました。よく笑いますね。
マサアキさん、グッさん、ありがとうございます。でもすごい楽しかったです。ありがとう。楽しくてあっという間でした。多分終始ね、そうニッコニコの私が映ってるんじゃないか、 DMM に多分大きな口開けてで笑ってる私がいっぱい映ってると思います。私笑っちゃう、結構ケッと笑っちゃうと大きな口が開いちゃうのでね、ありがとうございます。皆さんのおかげです。マッハ666さん、グッさん、ありがとうございます。屋根田フック、わあ、屋根田く羽田空港50分くらい、いやお疲れ様です、ありがとう。お家まで気をつけて帰ってね。グッさん、ポンさん、カードたやすじさん、ありがとうございます。ことがありました。あ、こじつけなんだ、ダジャレの日。それじゃ分かんないね。それじゃちょっと名探偵は出ないわもう家には、フォレストさん、ありがとうございます。シムさん、ありがとうございます。青いたぬきさん、シンジーちゃんさん、ありがとうございます。キャーグーさん、メイフィラスさん、ありがとうございます。もう話がね、行ったり来たりしてしまうんですけど、お手紙はねねさんからでした。ありがとうございます。しまさん、ありがとうございます。マリガクマです。ねねさん、ありがとうございます。そう、ね、まさか、まさかまさかのねねさんでした。ありがとうございます、本当に。そうね、なんか、刑法会の帰りに、一緒にね、ちょっとなんか盛り上がって、そうお話ししようってなって、そう一緒に遠回りして、そうちょっと一緒になんか歩きね、歩いたりのんびりしながらお話しして、そうそう二人ともちょっとほろ酔いで行ったら、そうなんかやっぱね、なんかそれまでなかなかね、何ですか、話すね、なんだろうな、なんかいっぱい、そうたくさんたくさん、あんまりおしゃべり、そうなんか深いことというか、そのなんだろうね、なんだろう、なんて言うんですか、いっぱいいろんな話をねすることあんまりなかったんですけど、その時をきっかけにそうお話しするようになって、まあでもその時はあの5分で解散したんですけどそう お互いね、ちょっと急にね、あれ今じゃないと思っちゃって、そうでもね、ご飯にね行く約束も、そうめん流しはする約束もできたのでね、そうだから、なんだろう、すごいその日があって、私はすごい良かったなって、多分きっとその日がなかったら、ねねさんに、そうねねさんにこんなになんか自分のことを話せたりもそうだし、ねねさんがお手紙を書いてくださるような関係というか、そういう感じには慣れてなかったんじゃないかなと思うから、私はすごいあの日がとっても大切ですね。すごいなんか話してたら止まったよね。ちょっと待って、充電がないって叫ばれてる、忘れてた。なんかさ、始める前にさ iPad
ートの充電がないのはなんとなく理解しててさ、充電しようと思ってたんだけどさ、息をようとさ iPhone の充電してる。ね、間違えてるね、充電する方。よし、オッケー。ね、そう、始まる前に iPad 充電しなきゃとか思ってコード持ってきてたんだけど、そう、息をようと iPhone の方を充電しました。違いましたね。充電したからもういけると思う。シムさん、ありがとうございます。のりさん、きゅうりチャーハンはとっとってって言っとったけん、たっとったたいさん、ありがとうございます。ねねさんからのお手紙は想像してなかった。そう、嬉しい。でもねねさんがそうね、なんかそう選ばれなくてちょっとって言ってるのを、そうお手紙読む前に言ってらっしゃってて、それを聞いたらパーンと思って、もしかしてメイビーさん、バウッチさん、ありがとうございます。でもそうねねさんとそういう、なんだろう、お話いっぱいできるようになったのはきっと去年からだと思うので、ずっと言ってる。そう、この1年じゃなくて、もう去年からお話ちょくちょくお話できるようになって、今もそう、ちょっとね、相談事だったりたわいのないお話もできるようになってとても嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。カロワさん、ありがとうございます。そう、なんか本当に誰からお手紙が来るのか全然分からなくて、そうリナチも、そう去年じゃない、リナチは書いてくれたし、お母さんも書いて、誰だと思ったらね。ね、宝物でございます。ネワレさん、グッさん、カロワさん、ありがとうございます。そう、最近もお話ね、ちょっとお話しさせていただいたり、とっても嬉しいです。ありがとうございます。ニコニコ、ね、さっきも言ったんだけど、あの日の帰り道があってよかったなって思います。グッさん、チョコレモンさん、ありがとうございます。ね、皆さんはね、知らなかったでしょ。そりゃそうだね。ね、みんなは知らなかっただろう。ね、あの日の帰り道、そう、あの日。お互いそう人見知りだから、なかなかね、そんないっぱい話す。お互い人見知りだから、ちょっとね、ってなりがちなんですけど、そう、あの日をきっかけに少しずつお話ができて、手紙を書かせていただいて、書いていただいて。嬉しい。ロデムさん、ありがとうございます。ね、そう、流しそうめんパーティーしたいと。さあちゃんとりなちとねねさんと4人で。角田康二さん、ダビダさん、ありがとうございます。なんかすごいメンバーのみんなもすごいたくさんお祝い、ね、してくれてありがとうございます。の気持ちでいっぱいです。
今日はもうみんなにありがとうと思いながら目をつぶりたいと思います。みんなありがとうと思いながら寝たいと思う。まだちょっともうちょっと寝るの後になりそうだけど。感謝の気持ちで感謝を述べながら寝たい、ね、寝てる時もね、いい夢見えそう。つかささんありがとうございます。そう、そしてちょっちょこちょっちょっちょっちょーん、すっごい BGM なんだけど聞いたことない BGM。 ちょっちょこちょっちょっちょっちょーん、ちょちょーん、ちょっと待ってね、待って、ほらティッシュ必要、よいしょよいしょ。わ、ケイトさん、ケイトさんありがとうございます。ありがとう、ありがたわ、ありがとう。ありがとうございます。くまけんさん、ただたんたんさん、ありがとうございます。ちょっと待ってね、よいしょ。しわさんありがとうございます。ちょっと待ってね、元からありがとうございます。お水を飲んで生き返りました。マッスンさん、メソさん、ありがとうございます。ちょっとね、あの喉が渇いて仕方がなかったので水を飲みました。で、そう、みんなに見せたいものが、トゥーチュー、ちゃっちゃかちゃっちゃっちゃちょちょ、やばい、本当に本当にすごい。そう、 X とか、そう、インスタにも載せたんですけど、じゃーん、りなちが作ってくれたケーキです。いい香りがする、本当に本当にいい香りがする、天才。可愛くない？私、そう、カラースプレーが大好きで、何ケーキがいいって、そう、りなちに聞かれた時にチョコ系がいいって、そう、お願いしたら、そう、こんなに可愛いカラフルなケーキをね作ってくれました。ありがとうね、忙しいのにね、本当にありがとう。あのさ、生誕祭のさ、カードとかも全部さ、りなちが書いてくれたり、今日のボードとかもそう書いてくれたりしてて、本当にありがとう。バウッチさん、ありがとうございます。これなんて読むんだ、せ、なんとかのセームーブさん、なんて読むんだろう。ありがとうございます。読み方を教えてください。イーイーさん、ありがとうございます。そう、チョコ系。ナックスさん、ありがとうございます。そう、かわいく、昨日の配信ね、ありがとう、りなち。そう、チョコ、中がチョコケーキなの、スポンジがチョコレートなんですよ。で、生クリームもチョコレートの、ちょっと私がかじったちょっと私がかじった中が見えるんですけど、そう、チョコレートなの。そう、ありがとう。ガロアさん、ありがとうございます。いい香り、ちょっと食べますね。カラフル、そう、これカラースプレーっていうチョコレートなの、私がねとっても好きな、そう、私の好きで溢れてる、やば、すごい。いただきます。
上のこのチョコなんかおしゃれなの、とってもすごいよね。本当にありがとう。シンディちゃんさん、角田康二さん、ありがとうございます。バウチェさん、ヒカロワさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと母上と一緒に食べます。ありがとう。母上と兄上も家にいるみたいなので、兄上と母上と食べます。タダタンタンさん、長谷川さん、ありがとうございます。すごいよね、ありがとう。本当に美味しい、幸せ、目も幸せだしさ。なんかカラースプレーってこんなにいっぱい使うことってあんまりないんですよ。ちょっとなんかアイスの上に乗ってるとかなんのだけど、こんなに大量のカラースプレー見たことない。こうちゃん、くまけんさん、ありがとうございます。なんて読むのこれ、セームーボさん、じこじこさん、ありがとうございます。おいしい、ちょっと食べる。本当においしい。すごい、中にも生クリームがある。すごい、すごい。ほんとごめん、私のさ完全にちょくちょくした感じなんだからさ、もうスポンジとスポンジの間に生クリームと生チョコが挟まってる。すごい、ね、生クリームと生チョコが挟まってるスポンジとスポンジの間に。美味しい。そう、クリームもチョコ、チョコレートクリーム、外も中も。すごい美味しい。ちょっともうちょっと食べたい。もうちょっとだけ食べさせて。すごい、ありがとう。すごい。体にしみる。すごいね、ありがとう、こんなにご丁寧に。母上と兄上と仲良く食べたいと思います。ありがとう、本当に。かわちい、かわいい、本当に。ちょっとこう、こんなとこで撮るって感じなんですけど、ちょっとごめんなさいね、写真撮らない。かわいい、本当にかわいい、天才。ちょっと自撮りも撮っていい？写真タイム、ね、かわいい、すごい、本当に。写真撮らせて。あ、外カメだった。あるある。すごい、ありがとう。幸せ。
ごい。これ持ってくるのも大変だよね。ありがとう。ちょっとね、あの溶けちゃったりしたら悲しいので冷蔵庫にインしてきます。冷蔵庫イン。私の冷蔵庫が急に潤った。素敵。私の今冷蔵庫本当何もないのドン引きするぐらい何もないんだけど、そうすごい、もう一気に私の冷蔵庫がキラキラになりましたゴーちゃん、あやさん、ありがとうございます。本当にね、そうなの。食べる前もね、そう写真撮った。りなちが撮ってくれた。そう、全部今日はりなちが写真を撮ってくれました。マッキーサさん、桃太郎さん、ありがとうございます。よりちゃん、よりちゃん、発車ちょっと早いから。発車ちょっとあのね、コンサートの、さ、次の文化祭コンサートのいろいろあったりするので、明日ちょっとね、ちょびりと朝、早起き頑張ろうって感じなので。あんまりね、食べ過ぎると明日ねっていう感じになっちゃうからくまけんさん、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。ね、私の冷蔵庫がキラキラになりました。そう、ほんと私の今冷蔵庫ね、主に何があるかって言われたら梅干しだって。なんかいろいろ事情があって、そういろいろ事情とか、事情とかなんかタイミングがあって重なった結果、私の冷蔵庫の中に何が入ってるかって言われたら梅干しっていう状態だったんですけどさケーキ、ひなちのケーキが突入してね、入場してきてくれたおかげでキラキラな冷蔵庫になりました。きゅうりはね、最近食べちゃったからなかったんだけど、22歳の写真の場所は阿蘇です。推しと石っていう、あの進撃の巨人の実写にも使われた場所、阿蘇の小国町にあります。南小国町かなにあるところで、そう、昨日と乗っけた22歳の写真はそこで撮りました。タンバリンさん、シロさん、バウチさん、ありがとうございます。ありがとう、本当にいっぱい、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日はもうどうしようかね、一生分のありがとうって感じだよねね。本当にありがとうございました。ニコニコしながら寝たいと思います。やすいちゃんが一緒にキュウリ、でもそう、やすいちゃん牛タン好きじゃん。焼肉屋さんに行けばいいんじゃないね、なんかまだね、なんかポワポワというか、でもなんか終わってちょっとね、楽しく、すごい楽しかったのもあるし、ちょっと緊張してたのもあったから、そう、ほっとしてるところもある。お話ししたいいこととか、追加で話したかったなーってこととかはメールに送ったりしたので、よかったら、ね、見てください。ね、皆さんも。ゆっくり休んでください。早く寝ようね。じゃあ今47分だから55分になったらランキング見ますかううはあ、みんなも早く寝ようね。ありがとうだよね。
せっかくだから9月1日、明日9月2日、日付が変わったら9月2日ですね。私のお友達の誕生日です。9月2日、そう、3日もお友達誕生日なんだけど、3日、お友達3日も誕生日のお友達がいるんだけど、そう、2日も誕生日のお友達がいるんですよ。まだね、1日のね、同い年のお友達で誕生日ですっていう人出会ったことないから、いつか出会ったらね4連続メフィラスさん、ハナピンさん、ありがとうございます。ドラえもんはね、9月3日、お友達と一緒だからね、覚えてる。そう、4連続、いつかね、同い年だけど、今2日も3日も同い年のお友達だから、そう、いつか1日のね、同い年のお友達、誕生日が1日のお友達ができたら4連続ですただたんたんさん、ありがとうございます。くまけんさん、ありがとうございます。じゃあ明日ハッピーバースデー、明日というか、まず数分後、おめでとう。最近会ってないですね、その9月2日のお友達は。なんかママ同士、そう、親同士が仲良しだから、お母さん同士とかは会ってるんだけど、そう、子供たちはね、会えてなくて。もう多分最後に会ったのね、高校生で会ったかな、中学生高校生ぐらいで会ったの最後かも。高1かも、高1で最後かも、会ったのっていうぐらい、なかなか予定とかね、会わずに会えてないんですけど、5年以上。そうね、でもなんかお母さん同士が仲良しで、お母さん同士はちょくちょく会ってるから、今ね、ここでこういうことしてるんだよとか、今こういうのやってるんだよっていうのは、そう、お母さんづてに聞きます。北さん、ありがとうございます。お母さんは生誕祭よかったよーってよかったよーって言ってましたよかったよー、よかったねーって言ってました全然、多分ね、にゃんさんってね、そう、お母さんしか呼んでなかったから、お母さんは喜んでました。私のことを、そう、にゃんさんって呼ぶ人はお母さんしかいないので、そう、喜んでましたホワイトホッシーさん、メフィラスさん、ありがとうございます。そう、よかった、そう、たくさんの人にね、お祝い、メンバーもそうだし、ファンの方もそうだし、たくさんお祝いしていただけてよかったねーと、よかったよーって言って、はい二言、私覚えてるの二言しんちいちゃんさん、ありがとうございます。劇場に招待ね、でも意外としてますよ、最近は最近は
早くゆっくり休んでください。明日からも頑張りましょう。9月もね、改めてそうです、なんだかね、誕生日31日でそのつままその次の日が生誕祭だったからなんだか忘れてましたけど、9月もよろしくお願いします。そうです、なんだかね、なんか8月なんか続いてる気でいましたけど、9月ですのでね、9月1日です今日は。なので、ね、9月も、もうちょっと9、10、11、12あと今年もね4ヶ月ってところになりましたけど、9月はね、そう、コンサート、文化祭コンサートや花さんの卒業コンサートやらありますので、あとはあの CD 発売があったりするので9月もね楽しく過ごしましょう。ね、改めてね、そう、なんだかんだちょっと忘れていましたけど9月ですのでよろしくお願いいたします。9月も楽しい時間を過ごしましょう。9月逆上がり公演が多いかもね、かーもねっていうやつですね。あたりさん、にゃんこ先生さん、ありがとうございます。そう、9月は上がり公演が多い気がします。うん、メンバーもね発表されていまして、えっていうケイトさん、ありがとうございます。そう、もしかしたら9月の上がりは何かね、ぜひぜひお越しください。お待ちしてます。あ、なお教えてくださりありがとうございます。じゃあそろそろランキングを読もうかな。ショールームも配信も、ん、ショールームと配信は一緒ですね。ショールームも SNS 等もよろしくお願いします。ではランキングを見ます。13位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。12位ごはんまんさん、ありがとうございます。11位いいさん、ありがとうございます。10位くまけんさん、ありがとうございます。9位ぐっさん、ありがとうございます。8位あやさん、ありがとうございます。7位ただたんたんさん、ありがとうございます。6位ゴーちゃん、ありがとうございます。5位メフィラスさん、ありがとうございます。4位門田康二さん、ありがとうございます。3位たもちゃんさん、ありがとうございます。2位シムさん、ありがとうございます。1位ケイトさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり、聞いてくださり、そして生誕祭ありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。ありがとう、おやすみ、また明日、バイバーイ。